お伝えします。興味深いニュースです。高見総研の調査によると、 GTR マイル SXE ネ等の10人の中でトイレの時間が最も長い人物は SP ヤクザ氏だということが分かりました。 SP ヤクザ氏に続いて長いのは桜京子氏です。本命と思われていた園田海氏は3位という結果に終わりました。これも受けて SP ヤクザ氏はボルト氏の方が長いと思うと発表内容への不満を隠しきれない様子でした。マジの耳に聞きました。自責って呼んでもいいんじゃないですか。大興奮です。はい、3月13日のミーニュース、タイトルがお伝えしました。